こんばんは、奥松宗男チャンネルでございます。今日はね、ちょっと用事で箱根に来ております。スイッチバックカフェの、ここはフロントの前ですね。AI、人工知能ですかね。あれは、なんか恐ろしいですね。作曲、それから画家とかですね、クリエイティブな方のね、やっぱり仕事が今後結構なんか減っちゃうんじゃないですかね。それでまあね、こうネットなんかにも出てるんですけど、こう言葉をつぶやくとね、母なる大地とかね、つぶやくとね、やっぱりすごい絵がね、出てくるんだよね。やっぱりこう想像力とね、今までのこういろんなこうデータをね集めて、そこから引っ張り出すからね、それはなかなかすごいことなんですけれども、まあ作曲なんかもね、一言つぶやいちゃうと曲できちゃうわけだよね。それで今のところね、この著作権のそのね、法律が整備されていないから、つぶやいた人のその権利になっちゃったんですかね。だからこれはと恐ろしいですよ。だからこれからね、これね、10年20年の先の話じゃないからね、ここやはりもう 2,3 年でやっぱり相当急激になんかいろいろこの AI が作ったね、曲とかね、もろもろ創造物、そういうのが出てくるんじゃないですかね。なんかやっぱり車の構造とかね、技術とかね、そういうのがね、なかなかこうね、あんまり得意じゃないみたいなんだけど、まああとはね、一番我々ね、こう音楽やってるわけですけど、歌なんかもね、本当にあっという間にできちゃうからね。それでね、そのできたやつが、なんかお粗末だなっていうんだったらまだ話はわかるけど、こんなすごいのができて、できちゃってんだっていうね。これ、まあ我々もね、歌う方もどんどんね、これから状況が変わってくると思うし、やっぱりこの AI とね、どういうふうに向き合ってこのビジネスをやっていくかっていうのをね、真剣に考えないといかんですね。もちろんね、今やってるやつのね、この足元をちゃんとしっかりとやるべくとやりながらね、そういうことを、模索していくわけですけど、まあね、全然そんなことは、まあ、また先のことじゃないのとかね、そういう話じゃないからね。だからその今やってるね、この現実の、流れ、これはこれでね、とにかく、懸命にやっていかなくちゃなんない一方、この AI をね、どういうふうに、進んでいくのか、どういうふうにね、我々のこの、日常の、ビジネスにね、取り込んでいくかっていうことをね、まあ真剣にね、今年はこれね、考えなくちゃなんない年じゃないですかね。まあそんなことで、いろいろと、考え事が、日々多くなる時代でございます。また本年も引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。